メモを出してください、役人がいてメモを取ってるわけですからと言ったら、メモは全員廃棄しましたと私は言われました。全員とは何人かって言ったら、それは言えません。でもおかしいでしょ、だって国会にまだ法案出てなくて、立法過程でどんな議論をしていたか一切分かんないじゃないですか。検証のしようがないじゃないですか。有識者会議やってどんな議論してたのか、メモも廃棄したら分かんないじゃないですか。おかしいですよ、全部秘密、やめるに葬られる。検証のしようもないんですよ、この法案の。だから秘密保全法、秘密保護法とも言っていますが、秘密保護法、何が秘密か、それは秘密です。メモを出してください、全員廃棄しました、全員とは何人ですか、それは秘密です。だからこんなのおかしいですよ。民主主義なんだから国民が知ることが本当に必要です。尖閣諸島の問題がきっかけだっていうけれど、あれビデオで一応出てたわけじゃないですか。そしてそれは私は国民に知らせるべき情報だったというふうに思います。現状を知ることは国民は必要じゃないですか。で、私たちだってあれ予算委員会の理事懇談会で見たんですよ。その後公開になりました。それは必要だと思います。だから、政府にとって不都合、あるいは政府が勝手にこれは出さないって決めたこと、違法な情報すら出されなくなるかもしれないってのはおかしいです。で、今現に国家秘密法も、あ、ごめんなさい、国家公務員法などで、一応処罰規定はあるんです。でもそれが10年以下の懲役となれば、もう何も情報出てこないですよ。刑務所に行くことを覚悟しなければ出てこない。で、これが市民にとって原発の情報やTPP 外交防衛出てこなくなる。不都合な情報、政府にとって不都合な情報が出てこなくなったら困るのは国民です。スピーディーの情報を出せと言ってようやく出てきた。もう本当にテレビ会議の情報を出せと戦って出てくる。もうそればっかりじゃないですか。不都合な情報かどうかは国民が決める、情報出せですよと思っています。どうかこの秘密保護法案が国会に上程されないように、超党派の議員と市民で頑張りますし、大きく広げていきます。いろんな勉強会もやっていきます。ぜひ参加をしてください。そして法案を、国会上程させないためにどうかよろしくお願いします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。行政交渉っていうのはどの省庁の方が来られる。まだそれはこれからなんですが、でもやっぱ担当である内閣府、それから 外務省、防衛省、そして警察、まあ、経産省も実は TPP などの情報がどうなるのか聞きたいなと思っています。警察庁の方が来られる。そうですね。というかまだこれからアポを取るので、はい、これからアポを取るのでですが、でも法案を出そうとしている役所は出てくるべきだと思いますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。